中山康氏は、日本の総務官僚、政治家、京都府京丹後市長、沖縄開発庁長官秘書官、経済産業省大臣官房企画官、内閣府総合規制改革会議事務室次長、一般社団、法人地方創生戦略機構代表理事などを、歴任した、京都府峰山町出身、峰山町立峰山中学校、天理高等学校卒業、 1985年3月、京都大学経済学部卒業。1985年4月、総理府の外局である、総務長に入庁。以後、1989年科学技術庁、科学技術振興局研究交流課専門職。1991年総務長、行政管理局行政情報システム企画課係長。1992年総務長。 行政管理局、行政手続法制定準備室室長、補佐、1994年総務長行政管理局、副管理官、1996年、沖縄開発庁沖縄、総合事務局総務部人事課長、1998年、沖縄開発庁長官秘書官、2001年経済、産業省大臣官房企画関係、 製造産業局人間生活システム企画チーム長、デザイン制作チーム長、2002年内閣不総合規制改革会議事務室次長などに在籍する。2004年4月1日、峰山町、大宮町、網野町、丹後町、八坂町、久美浜町の6町が合併し、京丹後市が誕生する。これに伴って5月16日に行われた京丹後市長選挙に、 自民党、公明党の推薦を得て出馬。民主党の推薦を得た網野町長の浜岡六右衛門。日本共産党の推薦を得た石井内海良を破り初当選を果たした。投票率は85.24%だった。2008年2期目の当選。2010年8月全国青年市長会会長に就任。2012年3期目の当選。4千を狙うも。 2016年の市長選では、元市議会議長の三崎正直との一騎打ちに敗れ、落選。2017年10月22日に行われる第48回衆議院議員総選挙において、京都5区から出馬する意向であることが報じられた。中山は自民党員であったが、同選挙では自民党公認を得ることができず無所属で立候補。自由民主党公認で、 元富義の本田太郎に敗れて辞典となり落選した。2020年4月26日に行われた市長選で現職の三崎前市議会議長の松本京一らを破り返り咲き当選を果たした。同年より情報経営イノベーション専門職大学の情報経営イノベーション学部にて長客員教授を兼任した。ありがとうございます。